何にもねえな。なんだ。かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔鋼をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔鋼エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。ん？終わりか？だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。うひょえ、どういうこと。まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像、子供が見たら泣いちまう。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろう。